かれちゃいましたね。恋が始まって1秒でどうしたんですか？現代人は頑張りすぎなんです。たまには自分に贅沢してみたって、いいじゃないですか。どういうことなら。というわけで、今日は東京から上野でグランクラスに乗りましょう。何を言っているんですか？あまりにも疲れちゃったので、東京から上野までグランクラスに乗ります。そういうことじゃなくて論議の飛躍が甚だしいってことなんですよ。それでは乗っていきましょう。運賃は6230円。アテンダントサービスがあるともう少し高くなります。ですが東京上野だったらなくてもいいような気はしますので、これに乗ります。今とてもワクワクしています。心をポキポキのバリバリに粉砕しながら戦う日々。グランクラスの切符で心の選択をしようという。乗車券が160円、特急券が1870円、グランクラスが4200円。残りの人生の活力になるなら安いものです。18時36分発のやまびこ217号に乗るべく、そろそろホームに行きましょうね。まず在来線の改札を通ります。そして、新幹線の改札に通していきます。この感情の動きは仕事などではおおよそ味わえませんよ。ははは。日本語と大丈夫。そもそも大丈夫だったらこんなことしてません。ホームに上がってきたらE4系がいました。何回も動画見してましたよね。3本も動画見してる。1階席2階席平屋席グリーン車と全部撮ったので悔いはありません。緩和9台。本日乗るのはやまびこ217号、仙台行きです。大宮以降の停車駅は関係ない。上野で降りちゃいますからね。新幹線のポテンシャルが。あ、これ白石蔵止まらない便なんですね。まあほぼ関係ないんですけど、ご覧ください、やまびこ、10号車。この横にあるのはグランクラスのマークですね。嬉しくて私の心もグラングランしたいそうです。そういやまだグランクラスとは何かの説明をしていませんでしたね。グランクラスとは JR 東日本の新幹線に存在する、グリーン車よりさらにワンランク上のサービスのことです。要はとんでもなく高級ってことですね。はい、ひっくり返っちゃいそうなくらいハイグレードです。お、やってきました。車両は E5 系ですね。JR 北海道が所有する H5 系と似ていますが、帯の色がピンクか紫かで判別ができます。編成数は H5 系の方が少ないです。とにかく、近代的な新幹線。でもこれが登場したのってだいぶ前ですよね。デビューは2011年3月です。グランクラスも同時に営業開始です。あまり信じられないんですが、もう10年も経ったんですね。あれ、そんなに経ってたイメージはないのに。これからたった5分間だけ、乗ります。東京から上野ってそんなに近いんですか？ 3.6 キロしかありません。上野東京ラインで1駅、山手線でも4駅です。ほとんどもない。やまびこ217号、仙台行きです。ちなみに那須の号とやまびこ号の違いは、停車駅や行き先、やまびこ号の方が早めです。グランクラスがあるか否かは、使われる車両により異なります。今時の人は忙しい上に、ストレスをためすぎています。グラン、リフレッシュ、グラスと行きましょうか。皆さんはその不幸に陥る前にちゃんと休憩を取るんですよ。これは本当に不幸。たった今、命の選択への扉が開きました。ワクワクしますね。何せ息がない。あ、これが、グランクラス。初めて感情を覚えたロボットみたいなリアクションですね。ここが私たちの贅沢空間です。舐め回すように楽しんでいきましょう。今日のノリだと本当にベロベロ舐め回しそうで怖いですね。この座席を本当に舐めるのだけはやめて。物騒な現実世界の喧騒に、さようなら。そしてこんにちは、束の間の天井の快楽。私たちは、身をそこに委ねるだけでいいんです。本当に今日大丈夫ですか？今は現実から目を背けて良いんです。素敵なグランクラスの旅と行きましょう。高級マッサージチェアみたいな見た目してる座席。細部までとことんおしゃれですね。普通車もですが、枕は可動式です。こんな薄汚れタックでこんな豪華な座席に乗っちゃっていいもんなんですか？まあいいです。座りましょう。
あ。さようなら。怖いリアクションしないでください。テーブルはこれですか？あ、出し忘れちゃいましたが、大きいテーブルも肘掛けの下にあります。シートピッチは 1300mm と非常に広く取られているため、後面にはありません。ただ、そのおかげで足が伸ばし放題です。確かに、ここまで広いと前に座っている方に迷惑をかけることもなさそうです。そろそろ発射みたいですね。楽しみましょう。肝心の発射シーンが撮れていなかったんで、すでにモードにでもなってしまいテンションですが、夜メロンは撮影終了後、カメラになんか貼り付けてましたが、効果があるかは知りません。皆さんは録画撮影。さて、5分間の贅沢スタートです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。リクライニングってどこまで倒れるんですか？45度です。グリーン車が31度なのでかなり違います。レッグレストも相まってその格の違いを見せてます。本当に座り心地よさそうと思うじゃないですか。テンション上がりすぎて本当に座り心地が良いかどうかわかりません。企画として終わりでは？しかしながらこの気分の高揚はこの場以外では味わえません。マンネリ打破を試みる。それらは今、現代人の課題としてあります。あ、これ別々に動かせるんですね。そして我々を追ったとなく、その渦は今後ますます大きくなることでしょう。人間はことを目的と使われる。なんか伝統って感じがしますね。からそれはそうですが。でもそれと読書灯の付け方がすぐにわからなくて聞いたみたいですね。この雰囲気も中身もないけど。どんな悲しいことがあって良いのでしょうか。この中にテーブルがあるのでしょうかね。そうっぽいですね。急に会話に介入してきた。それとは別に、ここにもちょっとしたテーブルがあります。テーブル2個。そんな感じですね。スマホとか置くのにぴったりそうですね。こういう程良い大きさのテーブル。いい。車内 Wi-Fi もあるので、快適なネットサーフィンができます。ただ、ゲームボーイアドバンス SP みたいで、これ以上は開けません。なんで軽々折りたたみゲーム機の中からそれを。これは取扱説明書ですね。グランクラスのメニューですね。ちょっと何があるか見てみましょうかね。あ。もう完全に満喫したので帰りましょう。あのですね、最低でも大宮までは乗った方がいいです。料金は追加で1000円かからない上に乗車時間も24分程度になりますので。総括。無理しても何もいいことはない。皆さんはいくら追い詰められても無理をしたり、あるいはこういう機械な行動に乗り出したりしないでくださいね。今まで新幹線には何度も短期間乗車してきましたが、東京上野は最高レベルですね。それ常習犯ってことになりませんか？降りましょう。こんな街道があっていいの？いやはや、グランクラスのインテリアの豪華さには、降りる時ですら圧倒されますね。さすが新幹線トップクラスの豪華さがあるってだけありますね。まだ降りるまでだいぶ余韻がありますね。お、グランクラス専用10号車の乗り場案内が。降りないと。いやー、あまりにも短すぎる乗車でしたね。もっと乗りたかった。エンジンを向けるべき時が戻ってきました。LED ライトがキラキラしてますね。社会のサビルに組み込まれてアクセスが良くにして働かなくてはいけません。実際今のよう、24時間戦い待ちかの精神は残している気がしますね。精神安全なあの頃に戻りたい。皆様、発射しそう思っていることでしょう。これ何の動画でしたっけ？発射を見届けましょう。非常に貴重な体験でした。東京上のグランクラスは私たちに、人間とは何なのか、生き方とは何なのかを教えてくれる。素晴らしい、そしていつになく有意義な体験を私たちに与えてくれましたね。
未来クラス考察班。この待合室、なんかいいですね。ほんとですね。随分昼か。これが今ある上野駅ですか。さて、そろそろ現実に戻らなくてはなりません。東京上野グランクラスは、気分の楽さを味わいたい方に非常におすすめです。普通に生きていたら、体験はできません。なんか言ってくださいよ。過ぎてしまった時は、もう戻ってきません。私たちはそこから何を学ぶかが、重要です。本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画も、よろしく。